今までずっと自分を抑えられなかった。どういうことだ。殺したかったわけじゃない。マーガレットだって同じだよ。息子のルーカスもな。もちろんゾイもそうだ。すべてあの子が、エブリンがやった。あの子は何なんだ。あんたたちに何をした。あの子は妙な力を使い俺たちを感染させた。あの子は俺が沼地の船のそばで見つけた。それから全てが変わった。感染させて人を支配するのか。いや、正確には違うな。あの子は無理やり心に入り込むんだ。そうなったらもう抵抗できない。一度あの子とつながると自分の感情も抑えられなくなって、その後はもう全く別人になってしまう。ミアが送ったメッセージもエブリンの仕業か。いいか、あの子はただ自分の家族が欲しいだけだ。エブリンが鍵だ。いいな、お前ならあの子を止められるはずだ。イーサン、家族を自由にしてくれ。お願いだ。エブリン、やめて。イーサンから離れて。なんで？こいつはお前を愛してない。私が愛させてあげようと。やめて、彼に触れないで。イーサンを傷つけるのは私じゃないって言ったでしょ。彼に何かしたらどうする気？お前はママじゃない、そう言ったよね。ミア、どうしたの？時間がないの。ここを出て、あなたがあの子を探して、これを持って行って。なんだ？待って、おい、何してるの？何のつもりだ？あなたを助けるの。早くここから出て。もうこれ以上耐えられそうにないのよ。よせ。あなたがあの子を殺さなきゃ。やめろ。ダメだ。ミア、やめろー！